はい、では再び、失礼いたします。君の会の凱旋であります。よろしくお願いいたします。今度は国内ではなく近隣諸国のネタであります。皆さん、まあ、日本国内での話、国家を相手に裁判を脅すと起こすという事態、稀に耳を、稀に聞くことであるかと思います。今でも税金の中に組み込まれている例とか言いますと、あの石綿とかいい例ですかね。あれ今でも税金の数パーセントというか、まあ 0. 数パーセントを社長を供出するために役割というかお題目とされております。元は被害に遭った人たちの国を訴えた裁判でありました。で、国を訴える場合、自分の国、今私は日本国の中にいるわけですから、日本国政府に疑義があって私が損害を受けたから訴えることは可能であります。まあ訴えようとは思ってませんよ、もちろんね。はい、それはあくまで可能であるというだけであります。で、これでもし私がアメリカ政府を訴えたら、私アメリカから何言われるか分かんないし、日本政府もそんな裁判通してんじゃねえよって言われるに決まってるわけですよ。だって私はもしアメリカを訴えた場合、アメリカの連邦の法律には1ミリも従ってないわけであります。私はあくまでこの日本国の法律の中で活動生活しているわけでありますから、その法律の中で訴える、当然訴えるわけです。それがその法律に従った結果アメリカ政府を訴える、本当にバカじゃないかと言われる事態でありますよね。で、今私が散々バカじゃないかと言いました事案、今現在起きております。今現在絶賛起きておりますし、起訴されたばかりであります。何か、そうですね、なんて言えばいいですかね、第5種補給品ですか、それとも、慰安婦じゃないな、まあ慰安婦でいいか、自称じゃないですね、自称慰安婦の方たちの裁判、はい、解決し不可逆的になったはずのやつに対して裁判を、しかも日本政府に対して起こしているバカどもがお隣の国にはわんさといるわけであります。で、ここでちょっと思い出していただきたい、はい、何か、隣の悲惨な議長いましたね、ムンヒさん議長いましたね、が、提案した案件、これは徴用工の話ですけど、徴用工の、補填といいますか支援のために使う中で、慰安婦財団って言ってですね、癒し財団の残り6億円かなを、そっちに当ててしまおうと言っている。いや、お前今現在裁判起きてんだからそっちに当てるやつ、ちょっとあの早くでしたけど、まあ要は残ってるんですよ。ていうか、そもそもの目的が慰安婦だけじゃないんですよ。世の中の戦争とか犯罪、要は性犯罪に遭ってしまった不幸な女性たちを救済するためにあの癒し財団あったはずなのに、韓国の国内事情で速攻解散、バカじゃないかとね、こう叫んでしまいますが、本当にろくでもないなと思いますね。いや、これさ、でさらに言うんですよ、慰安婦、自称慰安婦のおばあさんという人、向こうでハルモニーってやつですかが、日本、これ日本政府ですよ、日本政府は堂々と裁判に出ろとか言ってるわけです。他国の政府を訴えておいてですよ、本来そんな出る意味がないにもかかわらずですよ、出る必要がないにもかかわらず堂々と出席しよって、出席した挙句日本政府に敗訴ってやるに決まってんじゃないですか、アホですかと。もう未来が見えてる物体をわざわざやることはないと私も思いますし、出なくて当たり前だし、法規に従って粛々とやっていただければいいと私も思っておりますが、少なくても隣の国は今絶賛不景気中でありますから、たかってくること多数でありましょう。ぜひとも皆さん、たかってくるときにお金をあげないようにしましょう。先ほどの資産議長が寄付を募るとか言ってましたし、寄付をするのは自由でありますが、ぜひともここに聞こえていらっしゃる皆さん、この声が届いている皆さんは
ビーター1問、ビーター1問寄付しないようによろしくお願いして、今回は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。